はい、どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、プレイメーカーです。さあ本日なんですが、ファイアーウォールドラゴンがね、だいぶ強化されましてですね、このシンギュラリティ君がね実装されましてですね、まあ今日はね、圧倒的サイバースソリティアをちょっとお見舞いしていこうと思ってまして、今日目指していくべき盤面、青いファイアーウォールドラゴン全部出します。ファイアウォールドラゴンって、まあ、リンク4以上のやつ結構かっこいいモンスターいっぱいいるんですけど、まずこの新しく追加されたシンギュラリティ、そして、ネオテンペスト、そして、ダークフルード、そしてファイアウォールドラゴンと、なってるんですが、これ、1ターンで全部出します。今日は。はい。なんと、これ一番初動でできるようになりました。ご紹介しましょう。ファイアウォールディフェンサー君、レアカード。いや、これがね、めっちゃ強いんですよね。これサイバースモンスター、リンクモンスターのリンクサイドとして墓地を送られると、デッキからファイアロールディフェンス以外のファイアロールモンスターを墓地を送るということで、特殊化するということで、で、これで、ファイアウォール、ファントムっていうモンスター出してくるんですけども、このファントム君もリンクサイドとして墓地を送られると、サイバーネット魔法トラップカードを持ってこれるということで、まあ、優作式ソリティアに欠かせないね、サイバーネットコーデックっていうね、このカードを持ってくることができるんですよね。で、ここから展開とサーチを繰り返しバン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 していくことによって、ありえない量のサイバーストックモンスターを盤面に出力し、ありえない量の展開をして、この4体を並べるというデッキになっております。一応ですね、枠ギリギリなんですけど、まあ一応ある程度戦えるようにはしてるつもりなんですが、基本的にはロマンデッキですし、実用性はありません、正直。まあ、大体相手の誘発打で止まることが多いから。まあ、一応ね、ディフェンサー自体は持ってこれやすいので、サイバネットマイニングとかスモールワールドからアクセスできるんで、一応9枚ぐらいデッキに入ってるんで、まあ、動き出しは簡単なんですけど、まあ、相手の誘発がバンバン飛んでくる環境なので、まあ、実用性はちょっと怪しいかなと思うんですが、非常にロマンスの高い、デッキとなっておりますので、まあ、よかったらね、見てください。はい、やっていきましょう。デュエル、スタンバイ。イントゥザ・プレインズ。テクトはまあまあ強いな。ちなみに体調を崩していまして、声がうまく出せませんが、変な声になっておりましたら本当に申し訳ございません。増殖する G、いけ幼女、幼女発射。幼女の仕事は増殖する、まあゴキブリを食べることにある、基本的に。よし、パクパク。さあファイアウォールディフェンサーからの一枚初動ムーブを見せつけていくぜ。ちなみにニビルって言われたらもうサレンダーですね。はい、ニビルをケアすることはできません。さあベイルリンクス召喚、ファイアウォールディフェンサーの効果チェンジ。あ、ちなみにドロール&ロックバードもきついのでやめてください。誘発を貫通能力あまりないので、このデッキ、どうにかちょっと相手にはこれで黙っていただきたい。なんもなさそうですね。なんもなさそうなのはさすがにいけるか。ではですね、今からのイントゥザプレインズ盤面を作っていこうと思いまして、まあ、ありとあらゆるリンクモンスターのファイアーボールを並べていくというね、そういうまあロマン盤面を形成するデッキとなっておりまして、今からですねありえない色のソルティアが始まりますので、僕がミスんないことを皆さん、祈っていてください。展開かなり長いのでミスるかもしれません、スプラッシュメイジの効果像で、ファイアーボールディフェンサーを独自召喚していく。でこの、サイバネット、コーデックが持ってこれるように、なっておりますのでね、簡単にこのファイアウォールディフェンサー1枚からなので、まあ、ここから、かなりの量のモンスターサーチしながら展開を伸ばしていくということができます。ディフェンサーファントム初動のね、強さはここにありますので、さあコードジェネレーターを手札に回収していく。そして、まあ、ファイアウォールファントムの効果を一応発動しておいて、エンドフェーズになんかサイバー接続モンスターをデッキに戻すという効果、そしてトランスコルトーカーの効果、自分の持ちからスプラッシュメージを特殊召喚、アローヘッド確認、召喚条件は効果モンスター2体以上。うわ、ストームアクセス、これが新たな力、あれあれよ、プロテクト、コードトーカー、そしてサイバネットコーデックとコードジェネレーターの効果チェーンをし発動、プロテクト、コードトーカーのを対象に取り、やめ属性モンスターサーチ、さらにコードジェネレーターによってサイバー接続モンスターを墓地を送る。まあ、この辺はね、結構見たことある方もいらっしゃるかなと思うんですけど、プロテクトコードとかが出てきたことによってね、ありえない色の展開能力が出ましてですね、こいつはリンク6分ぐらい活躍するんで、さあドットスケーパーの効果によって自分を墓地から特殊召喚していく。そしてプロテクトコードトーカーとドットスケーパーをリンクマーカーにセット、サーキットコンバイン、現れろ、召喚条件はサイバーストグモンスター2体、コートかインバート、そしてサイバーネットコーデックと
コロ、なんだっけ、この人マイクロコーナーの効果発動、なんだっけこの人とかは、あの優作は絶対言わないけどね。だこれによってマイクロコーナーの効果、サイバーネットロールバックをお手札に加え、さらに光属性の残機サーキュラーをお手札に加えていく。そしてアロエと確認、召喚条件は交換モンスター2体以上、うわーストームアクセス、あれあれよファイヤーボールドラゴン、さらに自分の墓地のプロテクトコールトーカーの効果、ファイヤーボールリンクモンスターが存在する場合、自分の墓地からリンク3になるようにカードを除外し自身を特殊召喚、それこれで総合リンク2ね。そしてファイヤーボールドラゴンの効果、総合リンク状態のマーカーの数だけ、自分の墓地またはフィールドからモンスターを回収できる。あやべえ、これ裏の回収量だった、これファイアウォールディフェンサーしか使わねえや、これマイクロコーダー回収する意味ねえな、これ単一だ。ちょ一応裏の回収の方が良かったかもしれません。まあでも展開取ってるんでまあいいでしょう。残機サーキュラーの効果発動、残機サーキュラーの効果によってシグマを墓地送って自身を特殊召喚、さらに、残機シグマの効果、自身を特殊召喚、ちなみにこれはエクストラ、モンスターゾーンにモンスターがいなければ特殊ができるんで、ここの展開の中でエクストラモンスターゾーンを開けておく必要があります。そして残機方程式を手札に加え、さらにレベル4のモンスターが2体でオーバーレイネットワークを構築、エクシーズ召喚、召喚条件はレベル4モンスター2体以上、現れよ改ざん機ダランベルシアン、ダランベルシアンのモンスター効果、オーバーレイネットを2つ使い、デッキから残機カードを1枚を手札に加えることができる。これによって、まあ、アディオンでもサバティナでもどっちでもいいんだけど、アディオンを手札に加えていく。さらに手札より残機アディオンの効果、自身のモンスターの攻撃力を1000ポイントアップし、手札から特殊召喚、ブーイ。そしてアローヘッド確認、召喚条件は属性異なるサイバーストックモンスター2体以上、現れよレクオロトーカーヒートソウル、さらにサイバーネットコーデクとファイヤーボールドラゴンの効果をチェーンしたそう。ファイヤーボールドラゴンはリンク先のモンスターがフィールドから放った場合、自分の手札からサイバーストックモンスター1体を特殊召喚できる効果、そしてサイバーストックコーデックによって炎属性のサイバーストックモンスター1体を手札に加える効果、これにより残機サブタラの手札が出ていく。さらにレゴルトがヒドソーの効果によってカードを1枚取ろう。さらにリン、サイバーレベル4以下のサイバーストックモンスターをリンクマーカーにセット、サーキットコンバイン現れよリンクデコーダー、アローヘッド確認、召喚条件は効果モンスター3体以上、ファイヤーボールドラゴンとリンクデコーダーおよびサイバーファイヤーボールディフェンサーをリンクマーカーにセット、現れよファイヤーボールドラゴンシンギュラリティ。そしてリンクデコーダーの効果、攻撃力が2300以上のサイバーストックモンスターのリンクサイとして墓地を送られた場合、自身を特殊召喚、さらにアローヘッド確認、召喚条件はサイバーストックモンスター2体以上、現れよ G ゴーレムクリスタルハート、そしてファイアウォードラゴンシングラリティの効果、リンク先のモンスターがフィールドを離すため、自分の墓地よりサイバーストックモンスターを特殊召喚、現れよ再びファイアウォードラゴン、さらに G ゴーレムクリスタルハートのモンスター効果、自分の墓地より地属性のサイバーストックモンスター1体を特殊召喚することができる。これによりトランスクロトーカーを復活、さらに手札より残機方程式を発動、自分の墓地のサイバーストック、あ、いや残機モンスターを特殊召喚、これどうすんだっけな、ちょっと待って、ネオテンだ、ネオテン、アロエット確認、召喚条件はサイバーストックモンスター3体以上、現れよファイアボールドラゴンダークルドネオテンペスト、召喚ムービーないのうざいな。そしてサイバーネットロールバックの効果、サイバーネットロールバックの効果により除外されているサイバーストックモンスター1体を再び蘇らせる、再び現れろプロテクトコールトーカー、さらに残機サブトラを特殊召喚、アローヘッド確認、召喚条件は豪華モンスター3体以上、風をつかめストームアクセス、現れよファイアーボールドラゴンダークフレード、このカードがリンク召喚に成功した場合の効果、
さらにその他に支援し、ネオテンペストの効果、ネオテンペストの効果によりエクストラデッキからサイバーストックモンスターを墓地送り、ダーククルートの効果により自分の墓地の、なんかモンスターの種類の数だけカウンターを行うことができる。最強カードを1枚セット、カードを1枚セット、カードを1枚セット、測ってこい。ターンを終了するぜ。エモエモエモ盤面来ました。ファイアーウォールドラゴン全部並んだぜ。かっけー、イケメン。 G ゴーレムクリスタルハートちょっと戻すわ。ちょマジでイケメン、これヤバくない、これこの盤面ヤバくない。ちなみにこの盤面ロマンだけだと思われてる方いらっしゃるかもしれません、これ全部妨害めっちゃありますからね。 1,2,3 4、まあ、でバウンスをなんか1と数えると 1,2,3,4,5 妨害ぐらいあります。これそうプロテクトコールトーカーの効果圧と、プロテクトコールトーカーによってデコールトーカーヒートソウルをゲームから除外し、自身を墓地より特殊召喚。何くそ、無限応用聞かなかったんだけどな。デコールトーカーがいれば対象に取らないっていうね、対象取れないっていう効果あったんですけど、いや無限応用うざいな。ちょっとさすがに二妨害系のうざいので、ここはディセーブルーム使うべきですかね。サイバースディセーブルームの効果発動、相手が魔法トラップカードの効果を発動したとき、フィールドをもちろんこのカードを除外し発動を無効にすることができる。無限法要は無効。これによって自分の墓地からプロテクトコールトーカーが蘇り、相手は、もうリンク4以上のモンスターを効果の対象にできず、リンク4以上のモンスターは戦闘では破壊されない。ちなみにシンギュラリティの効果によって相手のカードをバウンスできるし、ファイアウォールの効果によって相手のカードをバウンスできるし、ダークフルドによってモンスター効果を2回無効にできるんで、時間がありません。ただあまりにも時間がない。おい優作、お前よくこんなデッキ回したな。なんかギリギリだぞこのデッキ。結構早めに回したんですけどね。ちなみにもう多分これ超えるのと不可能に近いけどね、これもうもはやこれできたらこの盤面、無限法要を発動。無限法要によって相手のリチュアアビスの効果を無効。多分これリチュアスプライトみたいなデッキでしょうね。ちょっとなんかエモすぎて泣いちゃった、この盤面やばすぎる。かっこよくないこれ、スプライトブルー。いやまああかんな。ファイアーウォールドラゴン、ダーククルードの効果、相手がモンスターの効果を発動したとき、このカードのカウンターを一つのとき、その発動を無効にすることができる。ちなみにこの効果に単一制限はない。でまあランクにしてきたらぶち殺すかバウンスすればいいから、まあなんとかなるでしょう。おっとスプライトエルフ OK だろ、スプライトエルフ効果 OK。 自分の墓地からちなみに蘇生しようとしてもシンギュラリティでバウンスされますけどね。あーなるほど、シンギュラディッカ、ファイアウォールドラゴンシンギュラリティのモンスター効果、相手の、墓地のカードを1枚手札に戻してやるぜ。回収していいぞ。さあこれで蘇生はできなかってしまったな。存在している場所が変わったため特殊召喚はできない。さあどうする。こんだけ盤面かっこよくて強えのすげえよな、このデッキ。あビジョンリチュア、リチュア儀式モンスターを一体でなんかやる。儀式モンスター別にか、儀式魔法をウォテナに加えるは止めた方がいいね多分。はいはい、リチュア命令マナスいいでしょう。命令マナス出せんのかなこれ、わかんねえけど、これあのこれであの相手の、あぶねえ、これで相手のモンスターをソラにして儀式するみたいなやつ出てきた、やばかったな。ファイアーウォールドラゴンの効果発動、ファイアーウォールドラゴンの効果によって相手のスプライトエルフと、自分の墓地のハルウララを回収。はい犯罪、ちょっとやばい時間ない。俺のターン、サウラビス最強か。サウラビスもちなみに儀式モンスターなんでね、あの効果発動するとあのダーククルードのあのカウンターが1個増えるんですけどね、相性はいいです。非常にもう何でもいいや。行動ジレーターを墓地送って攻撃力が8000、いけネオテンアタック、バゴーン。なんか多分この盤面人100人くらい死んでないか。相撲はワンチャンあるな。あの一応ねあのちゃんと戦えるようにもあのしてありまして、あの怪獣一応入れてあるんで、スモールワールドから怪獣サーチしてきて、で怪獣ぶん投げるみたいな、このなんかペアリーとかはなんかワンチャンあるかなと思うんですけどね。
まあちょっと転換見守るしかないかな。何もないから。やべえ、なんかよくわからないリンクモンスターできた。リンクリボーとサクリファイスアニマからの何に展開これ。ランフォーリンクスどういうこと。やばい、全くわからない。貪欲なツボ、やべえ、意味がわからん。なんだこれ、どういうことや、まるで意味がわからんぞ。プランプからの、え、ハッピーネス、やばい、ちょ、何、なんかやばい動きしてるな。なんか俺の知らねえピュアリーデッキ来た。やばい、ええ、あれなんか、いやなんか一回これ見たことあるぞ。リプロドックスでなんか種族変更してなんかなんだっけ、ゴーストリックでなんか特殊勝利しに来るみたいな、なんかやばいデッキ見たことありますけど、これそのタイプのやつ。愚かな服装、あ、アジェントカオスフォース、やばそう、やばい、なんかよくわからない動きしてる。マジでわからない、一体何起きるんだこれ。ゼアルコンストラクション、わからない、スノー、なるほど、アストラルフォース、やばい、アストラルフォースやばい、アストラルフォースランクアップマジック、アストラルフォースの効果、ハピネスの上に重ねられるランク2個高いやつ、ダイソンスフィア、やばい、 V2 期のエースモンスター来た、わからない、なんだこれ、 V2 期のエースモンスター来たんだけど、ちょっと待って、これわかんない、わかんない、何やってんのこれ、ちょ待って、お前なんだそれ、わからん動きやめろ。天外妖精カオスダイソンスフィア来たんだけど、吸引力の変わらないただ一つの掃除機、え、俺これ死ぬの、これ俺、え、死ぬの、耐えるの、え、どういうこと、何これ。